中年オタッキーです。本当はね、本当はバイクいじる予定だったんですけど、まあ昨日いじる予定で、まあ今日にずれ込んで、だ天気めっちゃくちゃ悪いんで、まあ他にもねやることがあるんでね、よいしょ、はい。またしても開封動画になります。開封動画だらけになっちゃうなこれ。今日はね、開封動画以外にも、ちょっとネタがあります。それでは動画スタート。はい、では開けていきましょうかね。これね、もうおなじみのドリームロコモーティブ様からフィルムということですね。フィルムを送っていただきました。今回はよいしょ、で今回はって今回もなんですけどね、もうね、僕がフィルムを買う必要がないぐらい送ってもらって本当に感謝しています。今ちょっとね、円が下がってドルが上がっちゃったんで、B&H フォトもね、今一つ割安感がない時期になってるんですよね。これ、どうなってるんだ、どこがどうなってるんだと。よいしょ。こっちか。なるほど。回り込んでんだな。よいしょ。よいしょ。おお。なんかフィルムしちゃ重たいなと思ったんだけどね。まずお酒が入ってます。お酒が、2本入ってまして。いいっすね、いいっすね。カレーで動画作んなきゃいけないってね。SL パレオカレー。秩父、林屋大平、カレーって、カレーが入ってますね、これね。これ早速今日食べるっていうかね、動画にしたいんですよね。動画にしたいんですけど、なかなかチャンスがないんですよね。バタバタしてて。よいしょ。いわゆるご飯を炊いて食べる暇が今ないんですよ。仕事でね。で、パンとかかじりながら走ってるんで。はい、秩父橋の、秩父錦カップってやつですね。これ楽しいですね。日本酒が入ってます。もう一つ。酒の紹介が先になっちゃってる。これ缶だな。秩父錦特別純米酒。これもなかなか良さそうですね。味わってくださいって書いてますけどね。これね、いただきました。酒造会社が、よっ。製造者、株式会社、八尾本店となってますね。これ、埼玉県秩父市別所。あ、これ、なかなかマニアックですね。こちらは、こちらも八尾本店になってます。同じ酒造会社のお酒をいただきました。早速、楽しんでみようと思いますね、今日。でね、ぼちぼちとフィルムが入ってます。これは、あれですね、アドックスです。完全初見。徳島ではね、購入するのが不可能ですね。これアドックスって読むのかっていうのも、僕あんまり知識がないんですね。アドックス CMS22 Pro っていうね、かなり解像度っていうか、高精細なフィルムということなんですね、これね。はい。これが3本も入ってます。で、なんか入ってると、これなんだ？いいよ。お、まだフィルムですね、これ。これは長巻きを詰めたやつって書いてある。これ、ウォルボって読むんだったっけ？UN54、ISO100 のフィルムがね、詰め替えて3本入ってるようです。ドイツ製でしたっけ？今、西ドイツで言おうとした。西ドイツって、ドイツ製の、フィルムだと思います、多分。西ドイツはもうねえだろうって話ですけどね。でね、もう、これね、大変たくさんいただきました。カレー、SL パレオカレー。これ、どこが製造してるんだ？サンハウス食品。
ていう会社みたいですね。あ、販売者は秩鉄商事、これ秩父鉄道のね、お土産みたいな感じになるんですかね。これもそうかな。あ、これはね、オリエンタル、オリエンタルで作ってますね。オフィス B1 っていう会社です。お蕎麦屋さんの出汁の効いたカレーが無償に食べたくなる、カレーうどんを食べた後ご飯を入れて食べつく、そんなカレーを作ろうっていうことですね。いや、フィルム6本とカレーとお酒をいただきました。本当にドリームドコメさん、本当にありがとうございます。これ早速ね、テストに回したいと思いますね。特にね、まあどちらもそうですけどね、面白いフィルム、特にこちらはもう完全メーカーとしても初見なんで、アドックス、やっていこうと思います。はい、ここからはね、違うネタになっていきますね。先日購入したこのね、アルファ7ね、スナナなんですけども、まあ、一応ソニーのレンズついてるんですが、まあ、ソニーのレンズついてるのを買った理由は、まあ、もちろんソニーのレンズを使いたかったっていうのもあるんですけども、こいつの購入のメインの目的は、私基本的にモノクロフィルムで撮影して試写をするんで、カラーのその作例が上げれないっていうことで、カラーの作例をこいつで撮ると。で、NEX で撮ってもよかったんですけど、NEX は APS-C なんでね、レンズの性能を、まあ、フルに発揮できないと。画角が変わってきますしね。そんなわけでね、フルサイズが欲しかったんですね。で、EOS-1DS、Mark III が故障して、まあ、ローンだけど残ってない、ローンだけ残ってたんですけど、ローンが終わったんで、まあ、これを購入したわけなんですけどね。まあ、EOS-1DS はね、ちょっとかわいそうなことをしたんですけど、自分が壊してしまったっていうね。それはまあ、以前にも話しましたけどね、サードパーティー製のバッテリーを使ってバッテリー通信エラーになってしまったということで、デジタルカメラをね、ご使用の方はぜひ純正バッテリーを使っていただきたいということですね。まあ、ちょっと脱足になりましたけど、はい、とりあえずね、予算が許す範囲で2つ買いました。こっちがね、FD マウント用のマウントアダプターですね。これね、K&F っていうね、メーカー。これ中国製らしいんですけど、なかなか入れ物までついて、なかなかです。これに、楽天市場で2750円かな、1個。安いですしね、結構ね、見た感じもいいです。まだ試してはないんですけどね、無限遠が出るかとかね、今後試していこうと思います。で、もう一個は、これね、NKNEX って書いてますけど、ニコン F マウント用です。一応ね、なんかのサイト見たんですけどね、内面反射用の加工とかが甘くて、その国産のランタアダプターに比べると画質が劣る可能性が高いということなんですけども、まあそこまでお金をかける予算もないんで結局中国製になるんですけど、ね、だから K&F のね、ニコン用、ニコン F マウント用とキヤノンに、FD-FL マウント用のアダプターを購入しました。でこのカメラにね、オールドレンズをつけてね、いろんな試写をしていこうと思います。まあこの辺はね、よその人もやってるんでね、このオールドレンズをアルファ7につける動画をメインにすることは多分ないと思います。まああくまで補足的な使い方になるんですけど、一つだけメインにやっていきたいのは、キヤノンの FL50mmF1.4 1型の、二次フレア、二次ゴースト、に挑戦していこうと思ってますね。でね、マウントアダプターをね、購入したときに、まあ、パンフレットとかね、カメラ用のね、そのリュックサックとかね、パンフレットに三脚だとかね、いろいろまあ送られてきたんですけど、今回注目しているのがこの辺ですね。まずはここですね。これ。これね、ニコン Z シリーズのカメラに、ソニーの E マウントのレンズが使えるぞと。これ定価が3万円になってますけどね、割引価格に出るんで、絶対ソニーのカメラ、のレンズ、E マウントのレンズをね、Z シリーズに使えると。これ今後ね、結構、大きなキーワードになってくると思います。で、同じメーカーかな、これ。いや、これフリンガーだ。フリンガー、さっきのはテッ
ックハート、これはフリンガー。こちらはね、キャノン EF を、ニコン Z マウントに移植するというマウントアダプター、他にもね、これたくさんアダプター出てます。EF マウントレンズを富士フイルム X マウントに変換。 EF マウント、コンタックス645を富士フイルム G マウント変換。コンタックス N マウントソニー E マウント変換、コンタックス645ソニー E マウント変換など、このフリンガーですか、というメーカーもいろんなマウントアダプターを出しているようです。まあ、パンフレットを送ってきたということは、まあ、買えということでしょうかね。で、すごいのがこれですね、このテックハート。ソニー E マウントに装着し、ライカ M マウントをソニー E マウントに装着して、なんとオートフォーカスができるということですね。これ使ったことある人いるかな ?45,000円ということなんですけど、ライカ M マウントのレンズでオートフォーカスができる。まあ、前後に動く、ということなんでしょうけどね。うん。これはすごいですね。ちょっと、なんて言うんですか、時代を、超えるものですね。これすごい、アイデアだと思います。まあ他にもね、レンズ、TT アルチザンか、というメーカーのレンズのパンフレットも入っておりました。価格はこれ48,000円と30,000円、ライカ M 用が48,000円、ソニー E、ライカバルナックシグマのバイオネット、キャノン RF、ニコン Z マウント用が30,000円ということで、11mmF2.8 フィッシュアイっていうね、レンズをね出しているみたいですね、ここね。まあ、こんなパンフレットも入ってました。まあ、今日のね、開封動画及び、いろいろっていうのはここまでになります。ネタ的にはね、まあ、まあ、番外編になっていきますが、とりあえず今夜はね、美味しいお酒を飲みながらね、ご飯食べたいと、カレー食べるかもしれないけど、カレー開封動画するかどうか、実食動画か、まあそこはちょっと考えます。はい、この後はちょっと別撮りになりますが、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、トラックに戻ってまいりました。作品投稿のコーナーですね。今日の作品投稿は、のりかずさんからトップバッターで、お疲れ様です。1枚目は自宅の工場の駐車場で撮った写真になります。昔親父が休憩に座っていた小さいベンチです。2枚目は京都駅ビルで、綺麗な正六角形のフレアを撮影しようとフィルムを丸々1本使ってやっと撮れた1枚になります。1枚目、タイトル昔親父がいた場所、ね、カメラニコン FG で、レンズがニコンシリーズ E、3672F3.5、フィルムはコダカラー、コダックカラープラス200ということですね。2枚目はタイトル思いつかなかったので無題とお願いしますということですね。カメラニコマート FTN、レンズズームニコールオート 4386F3.5、コダックカラープラス200ということですね。で、作品なんですけどもね、光をたっぷり受けたベンチが光っている模様で、非常にね、印象的な写真になってます。こういう写真非常に好きですね。で、2枚目なんですけどもね、六角形のまあフレアというかゴーストなんですけどもね、綺麗に出てます。これ絞りがある程度絞れた状態でね、このようになるんですけども、まあタイトルは光と影といったとこでしょうかね。はい、のりかずさんありがとうございます。次はね、けんちゃんさんの作品で2枚。作品とこです。おたきさんおはようございます。76歳になった後期高齢者です。いつもの服部民家集落博物館の梅林で撮りました。タイトルは真っ盛りです。鮮やかなピンク色に惚れました。カメラはニコン D3200。レンズ時の2135。2枚目が、万博公園の梅林で撮りました。この日は幼稚園児がたくさん来てました。じいちゃんからお題は早く大きくなれよってことですね。カメラはミノルタ、ハイマチック AFD、富士カラー100ということですね。で、作品なんですけどね、1枚目非常に鮮やかなピンク色、これが梅なんですね。今一つよく分かってすいません。で、2枚目が注目、これね、
ミノルタのハイマチックで撮ったということなんですけれども、これは非常に良い写真。ピントがね、エンジの方に来てくれればなお良かったんですが、ハイマチックだけでレンジファインダーで、シャッターチャンスにここまでまあ対応していればね、バッチリだと思いますね。タイトル画面にしようかなと思ったんですが、今回もう一ついい写真が来てます。すんません。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。次はね、ダムお猿さんの作品2枚ですね。中年のタッキー様お疲れ様です。ここのところ講師ともに忙しく、撮影も現像へも出しに行く暇もなく、ようやく撮影してフィルムがを現像に出して上がってきたので2枚投稿します。1枚目のタイトルは冬晴れ。機材は以前ライブ中に修理しながら見ていますと言ったキャノン、ニューキャノネット QL19 にフィルムはコダックカラープラス200で撮影。冬晴れの空が綺麗だったので写してみました。2枚目はトラス。機材フィルムは1枚目と同じニューキャノネット QL19 にコダックカラープラス200です。屋外のステージの屋根のトランスの鉄骨がいい感じだったので撮影してみましたということですね。で作品なんですけどもね、これねニューキャノネット QL19 ということで、ちょっと黄ばみがかった青を予想していましたが、これ綺麗な青になってますね。いい発色だと思います。2枚目もそうですね。こちらはねほんのちょっぴり淡白な感じになりましたが、それでもね、いい写りになってます。これすごい解像度ですね。ものすごいバリバリに改造してますね。色がね、そのキャノンの、そのキャノネットシリーズ、ちょっと黄ばんだ色になることが多いんですが、これはね、綺麗な色になってます。ちょっと意外。もしかしてバージョンで色々あるのかな、コーティングが。ちょっとわかんないですけどね。ダムお猿さん、投稿ありがとうございます。次がね、どんぶりさんから2枚。こんばんは、どんぶりです。お忙しい中、いつも楽しい動画をアップしていただき、ありがとうございます。今回も何の変哲もない写真を2枚投稿させていただきます。タイトルは、有馬温泉緊急事態宣言です。カメラはオリンパス OM-1N、レンズは G 随行 F1.4 50mm、フィルムは富士カラースペリアプレミアム400、やっちまった、なんですけど、間違ってカメラの ISO100 にしたまま撮影。撮り終わって400のフィルムが入っていることに気づきました。でも現像してみると案外普通に映ってました。ネガフィルムって包容力ありますね。ということで2枚なんですけど、これ1枚目はね、これね、有野台の方からね、県道、これ98番だっけ？有馬温泉の方に向かうところの交差点のね、トンネル、これ僕よく存じ上げてる場所ですね。トラックでも走ったことがあります。で、2枚目はね、新鉄の有馬駅のね、突然の、横断歩道になりますけど、2枚目の方はね、本当にね、ほのぼのとした、これ小学生連れの、お客さんかな。まあ、緊急事態宣言にしてはそこそこお客さんがいるなっていう感じですけども、そのフィルムのね、許容力がありますということなんですけど、その通りなんですね。最近ね、ハリウッド映画からそのフィルム回帰が進んでるんですけども、フィルムの、ネガフィルムはね、もうカラーネガも特にそうなんですけど、ものすごくラチチュードが広くて、下は3段、上は4段ぐらい、つまり7段ぐらいのね、露出の許容範囲があるんですね。これデジタルにはもう 100% 真似できないということで、通常でデジタルではね、ハーフ ND フィルターが必要な場面でも、なしでね、ネガフィルムは撮影できたりします。そんなわけで、ラチチュードが広いんでね、雰囲気のある映像が撮れるということで、最近ハリウッド映画はどんどんフィルム回帰が進んでるんですね。まあ、デジタル機器には限界があるということでね、これはまあ、なぜこうなるのかよくわかんないですけど、デジタルの方がはるかに、ダイナミックレンジというか、ラチチュードが狭いというか、まあ、出すことはね、後から出すことは可能なんでしょうけど、一つの場面にその、映す能力が、カラーネガのが圧倒的に強いんですね。まあ、ハリウッド映画は正しい選択をしていると思います。シネスティール800っていうね、フィルムが、出回ってますけど、その辺のフィルムを多分使ってるんじゃないかな。感度も高いですし、流動感も少ないですね。いいフィルムだとは思いますが、今回はこれは、スペリアプレミアム400ということですけど、2段、オーバーで撮られてるということで、トンネルのね、写真が非常に印象的に写ってるのはその辺かなって感じですかね。はい、どんぶりさんありがとうございます。ちょっと話しなかった。次はね、ガメラさんの作品で2枚。おたっきーさんこんにちは。視聴者の作品投稿します。2枚組です。タイトルが、これ、なんて読んだろうね、これね。コムソーじゃないですね。使用機材、ヤシカ FX、宅配、宅発送か。
吉祥寺ヤシカ FX3 スーパー2000プラス ML50mmF1.9、使用フィルムイルフォード XR2Y2 イエローフィルター使用、大阪駅高架下の横断歩道で、宅発に遭遇したので撮らせていただもらいました。通行人は皆足早に通り過ぎ、誰も足を止めませんね。私はお世話をしましたけどもということで2枚なんですけども、この1枚目がね非常に印象的ですね。あのお願いしているねお坊さんの前をねみんなが無視して通り過ぎていく様、非常に印象的です。2枚目の方はね、サイドから撮られておりますが、しっかりマスクをつけて、お願いしてお世話お願いしているところなんですけども、この1枚目の写真がねそのなんて言うんですか、世の中のせちがらい風景をね撮影されていることで、これねあのもうちょっとスローシャッターにして人の動きを出しても面白かったかもしれませんが、これでも十分良い写真ということでね、こちらの方をタイトル画面にさせていただこうと思います。カメラさん投稿ありがとうございます。はい、今日のね作品投稿のコーナーはここまで、ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラはたくみさんからの投稿ですね。おたっきーさんこんばんは、名前はたくみで合っています。俺のカメラのコーナーへ投稿させていただきます。私の人生初のフィルムカメラとなり一通りを修理整備したキャノン 4SB です。デジカメの愛機ソニー α7-3 に AI マイクロニッコール 105mmF4 をつけてかっこいいと思う部分を接写しました。最近バルナックが来てあまり持ち出していない 4SB ですが、ずっしり感、鋭い精密感がたまらなく好きな一台です。次はバルナックさんを投稿したいと思います。それではお仕事動画作り頑張ってくださいということですね。で写真なんですけどもね、あのもうこれね一部分を本当にね接写して、被写界深度浅く作り上げて 105mm ということでね浅くなるんですけども、もうちょっと引いても良かったかなという気もせんでもないですけど、メカメカしさは十分に現れておりますね。 4SB いいですね。僕も欲しいんですけど 4SB 結構人気なんですよね。 4SB 回とありますけど、これ回は回と回じゃないのはね、シャッタースピードが違うんですね。1000分の1、500分の1、200分の1の下が100分の1だったかな、4SB は。で、回はね、125分の1になるんですね。確かそんな感じの違いだと思いますけども。シャッター幕も金属のはずで、キャノンらしいレンジファインダーカメラになってますよね。僕も欲しい1台であります。はい、たくみさんありがとうございます。ちょっとね、カメラ、俺のカメラのコーナー、もうちょっと待機、人数2人かな、ありますね。もうしばらくお待ちください。ここからはね、ちょっと最近投稿が増えている、やった、やっちまったコーナーになります。はい、やった、やっちまったコーナー。今日のやった、やっちまった。やったーの投稿ですね。ロボーノさんのやったーです。中年オッタッキーさん、こんにちは。今回、やったー、やっちまったのコーナーに投稿させていただきます。先日、地元のハードオフでバッテリー丸1日充電しましたが、充電できませんでしたとのコメント付きのニコン D90 が、充電器付きで1100円で売られていましたので、一か八か購入。後日、バッテリーを通販で買い、交換したところ、バッチリ動きました。やったー、こうした奇跡的な大当たりがあるから、ジャンクあさりはなかなかやめられませんということなんですけど、結構ね状態が良さそうな D90 ですね。これちょっと羨ましいぞ。バッテリーがねいってるだけと、これ結構ね当たり前のカメラ、まあ、年月が経ちゃバッテリー、ダメになっていくと思うんですけど、なんでチェックしなかった、バッテリーを交換してチェックするまでの気力がなかったのか店員さんに。まあそれは全ユーザーにも言えることですけどね。まあジャンクカメラね、こういう当たりを引くのがね楽しいということでね、
それもあの、なんていうんですか、パチンコとかの当たりじゃなくてね、自分で自力である程度確認できるとこがいいですよね。パチンコなんか行けたもんじゃないですよ、ジャンク漁りしだすと。まあパチンコも行く余裕がある方は行っても別にいいんですけど。まあ今日のね、動画はこんな感じになります。で、次回こそね、リコーの XR8 で、撮ってきた写真のね、説明とかになっていくと思うんですけどもね。最近ね、もうあの、いろいろカメラが増えてね、のたうち回ってますけど、まあこのカメラもね、ちょっと今ね、あの、持ってきたんですけどね、あの、これね、ストラップつけるとこがないんで、シャアなしね、これね、あの、なんだっけ、キャノンのデミンのね、あれストラップをねつけてますけどね、これちょっと使いにくいんですけど、三脚座にねつけるタイプでね、これね車の上にぶら下げるとこあるんでぶら下げてるんですけど、まあいろんなカメラで撮っております。でね、まあレンズアダプター、マウントアダプターも一応ねキャノン用ニコン用と、買いましたのでね、あのこのカメラにね、オールドレンズでも撮ろうと思うんですけど、まあその前にまずこのレンズで撮れって話ですよね。まあいろいろね、あの機材が増えてね、あの撮影するのにね悩むっていう状況になってます。まあいろいろなね動画が今後ね、展開にが広がっていくと思うんで、またこうご期待ということですね。はい、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。高評価、コメントの方、どしどしよろしくお願いします。コメントの方、だいぶ追いついてきてますが、また引き離されるのかな。で、高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひポチッと押してください。で、チャンネル登録の方ね、ものすごい勢いで増えておりますが、まだまだ増やそうと思っておりますので、まだチャンネル登録してない方、ぜひね、通知オンで、ゲレラライブが多いので、通知オンでお願いします。はい、それでは今日の動画はここまで。ごきげんよう。さよなら。